ピアノ競争曲派単調 RT7-4 はフレデリック・ディー・リアスが作曲したピアノ競争曲。幾度にもわたる改定を経ており、各班で大きく内容が異なる。すべての番を通じての公開初演は1904年10月24日、ドイツ、エルバーフェルトで、ユリウス・ブーツの独創、ハンスハイムの式で行われた。1887年のライプツヒで出会って、以来、 ディー・リアスはグリーグと親しく交際しており、同年のクリスマスにはグリーグは自らのピアノ競争曲の社フをディー・リアスに送っていた。また、1888年に放映したグリーグがロンドンでの演奏会で同曲を弾いて成功を収めるのを目の当たりにした。ディー・リアスはピアノ競争曲という楽曲形式に興味をそそられたものと思われる。 その後すぐに D. リアスは様々に構想を練ったものの、しばらく経った1897年にようやく、破綻調のピアノと還元楽のための幻想曲を完成させた。この時、曲は3つの部分が一続きになった形式で、中間部分は変に蝶々だった。この初期版は1898年に作曲者とフェルッチョブゾーニが2大ピアノ版で演奏しているものの、 公にされることはなかった。理由は不明ながらディーリアスは幻想曲の改訂に取り掛かり、三楽章のピアノ競争曲となったものが1904年に初演された。この版では、変異調調の部分が独立した楽章となった上で、修学章が新たに書き下ろされており、曲の評判は悪いものではなかった。しかし、これに満足できなかった。 D. リアスは再び海底に取り掛かり、修学賞を破棄した上で、変異町長のパートを第一学賞の中間に置いて、初版に近い構成に戻した。さらにピアノ独奏部の処方に関して、ブゾー二の弟子で、ピアニストの手をーるサーアン島に助言を求め、聞き生えがするように書き改められた。この版は1907年10月のロンドンで、サーアン島の手で初演に至っており、 彼に検定されている。以上のような複雑な成立の経緯と他者の手による独奏部の存在などから以後に作曲されたデデリアスの競争曲に比べると認知されないままとなっている曲であると言える。ピアノ独奏、フルート3、大ーボ2、イングリッシュホルン1、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに打楽器。 言語部版によって異なる。この節では、最終版について記述する。ちなみに、1897年の初版では、アレグロノントロッポマイナスラルゴ、マイナステンポプリモの3部分、そして1904年版ではアレグロマノントロッポ、ラルゴ、マエスト、ソコンモート、モデラートの3楽章からなっていた。ありがとうございます。